大鳥沼は、現在の埼玉県埼玉市に存在した、約75ヘクタールにわたって広がっていた沼である。幅が100から500メートル、長さが4キロメートルで、市内にあった、見沼、伝栄門沼に次ぐ大きさだったと言われている。江戸時代に干拓されて、田んぼとなり、現在は宅地化が進む。現在も、地名などに残る、高沼とも呼ばれている。 伊沢渡る荘米造尾るむ表記、今から約1万8000年前までに、大宮大地に、大鳥沼川が谷を刻み広げた。その後、縄文海進で谷に海水が入り込み、約6000年前には、現在の埼玉市大宮区、桜木町まで達した。大鳥沼が入り江だった頃の遺跡に、大戸貝塚、網海塚がある。約4000年前に、海が退くと、 水はけが悪い谷は、小宅地になった。この沼が、大鳥沼で、そこには砂、泥、霊炭の層が積もった。江戸時代中期に、周辺17河村の農業用のため池として、使われていた。現在の辰見橋から互い橋にかけての範囲である。1728年に八代目将軍である、徳川吉宗の命令で、伊、沢見総兵衛が、 神殿開発のために調査が行われ、1年後の1729年に、周辺17河村の反対を押し切って、干拓を開始し、1730年、大鳥沼神殿が作られた。見沼は、その2年前、1728年に、渡る総兵によって干拓された。見沼干拓時と同じく沼の中央に排水路を改作し、水を荒川へ抜く。 ため池の水の代わりに、見沼大洋水生園から水を引き取水し、沼の園に沿って水路を改作する。沼に流れ込んでいた霧式川とつなげて一つの河川にする。大鳥沼、ノトリやサギなどの鳥が飛来することから付けられたと言われている。大鳥という字は、画数が多く難しいため、古くから高に変えて、高沼と書かれ、後に高沼とも呼ばれていった。 農民の文書には、もっぱら、こうの字を使うことが多かった。現在も、大鳥沼川に、大鳥沼橋、高沼橋がかかっている。河童や竜が住み着いているという伝説が数多く残っている。など、当時の様子が感じられる話が多い。ありがとうございます。